立憲民主党福山哲郎、本田平奈をかばう。立憲民主党の福山さんが未成年の成功同意年齢に関して、本田平野さんに対し次のような発言をいたしました。本人は立憲民主党が好きなんだと思います。私もお付き合いが長いですから、立憲民主党は自ら、立憲民主党を自ら離れることに対して、 抵抗感があるのは、私は幹事長というよりも議員の仲間としては、その気持ちは一定の理解をします。それ以上でもそれ以下でもないですとなっておりまして、まあ、この立憲民主党、本田さんに対して、一度、厳重注意で処分をしているはずでございますが、まあ、さらに同じ問題で処分をしようとしており、 事実上の追放処分を取ろうとしておりますけれども、まあ、この福山さんの発言を聞いてしまいますと、また落ち着いたら、本田さんを立憲民主党に戻そうと考えておられる可能性もございますが、まあ、こういった立憲民主党の本田さんへの対応、立憲主義から見るとおかしいと言わざるを得ません。 例えば日本国憲法の第39条には同一の犯罪について重ねて刑事上の責任は問われないと明記されており、まあ、こちら犯罪行為以外についてもさまざまな問題について、まあ、基本的にこのルールが陣容されておりますが立憲民主党は立憲主義同行と常日頃から主張しているにもかかわらず同じ問題で何度も 本田さんを処分しようとしておりますので、まあ、正直言って、立憲主義というか、法治主義の観点からおかしいんじゃないかと言わざるを得ません。この立憲民主党の動き、もう本当にちぐはぐで、相変わらず政権担当能力がないと言わざるを得ませんので、 立憲民主党には、このような議員に対する、所属議員に対する処分などについて、しっかりとどういった流れで処分をするのか、対応していくのか、明確にルールを作っていただき、立憲主義に反するような問題を、これ以上繰り返さないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。